お久しぶりです、モタロウです。近々、デビュー動画を投稿すると言ってから、1ヶ月以上経過してしまいました。投稿が遅れてしまい、申し訳ございません。購入当初は、開封して思う存分遊ぶ予定でしたが、本商品は、ブリスターパックということもあって、開けたら二度と元には戻せないので、悩んだ結果、しばらくは開封せず、部屋に飾っておくことに決めました。ということで今回は、新たに入手した2種類も含めて、未開封状態でできる限りデビューしていこうと思います。最初に紹介するのは、我らがヒーロークラッシュくんです。ところどころ塗装が荒い部分はありますが、目、毛並み、ズボンなど、マルチバースのデザインがしっかりと再現されていて良いですね。欲を言えば、靴裏の肉球マークは、赤く塗って欲しかったですが、肉球があるだけでも十分凝ってると思います。付属品のワクワクは顔の凹凸が少なく、若干のっぺりとした印象は受けますが、クラッシュ同様マルガのデザインが見事に再現されていて、とてもナイスね。次に紹介するのは、3にも登場したバイカークラッシュです。注目すべきはキメキメなジャケット、ではなくチュールで、色を黒に変えただけかと思いきや、ちゃんと靴裏が通常版とは違うデザインになってまして、これは個人的にめちゃポイント高いです。付属品の赤野も、のっぺりしていたアクアクとは違い、角張った顔がしっかりと再現されていて、ナチョスな仕上がりになっています。ナチョス。お次は、カラフルなデザインが特徴的な80年代クラッシュです。服のデザインはもちろん、ヘアバンドやアームバンドもちゃんと再現されてますし、付属品のイカイカも、細かい模様まで描かれてて、ジョベリグです。靴裏のデザインは通常版と同じですが、ゲーム内でも同じなので問題なしング。余談ですが、80年代スキンは、サウナの次元のクラッシュと個々の服装という説があります。バッドエンド確定なのが辛いけど、いつかサウナが主役の外伝作品なんかもプレイしてみたいですね。さあ次は皆さんお待ちかね、IQ164 の天才妹、ココバンリクーです。顔や髪型はもちろん、ウエストポーチ、右膝のアップリケなど、細部にわたって作り込まれており、実際のモデルと並べてみると再現度の高さがよくわかります。付属品のカプナワは、黄色などでごまかさず、ゲーム同様金色の塗装が施されてるのが良いですね。欲を言えば、カプナワだけでなく、個々のアイデンティティであるタブレット PC もつけて欲しかったです。最後はやっぱりこの方、宿敵、ネオコルテックスです。こちらもなかなかに高クオリティで、髪の毛のうねり具合や、頭のツルツルさが、見事に再現されています。造形が良いだけに、ベルトが白色なのが少し残念ですが、コンセプトアートの時点ではベルトをつけてなかったので、もしかしたらこれを参考にしたのかもしれません。付属品のうかうか様ですが、デザインは良いものの、アクアクと同じかそれ以上に、のっぺりした造形になっています。さすがは兄弟、気は争えないですね。さて、全種類の紹介が終わったわけですが、皆さん、何か物足りないと思いませんか？そう、ザニゴリさんがいません。ほとんど出番がなかったウカウカですが、フィギュア化されたのに、なぜザニゴリだけはぶられてしまったのか。その理由はおそらく、第2弾があるからです。パッケージの左上を見ると、シリーズ1という記載があり、本商品は単発ではなく、シリーズ化が計画されていることが伺えます。そうなるとザニゴリは、第2弾で個々の別スキンなどと一緒にフィギュア化される可能性が高いですね。少し落ち着いたよ。とはいえ、クラッシュのフィギュアシリーズは過去に何度も打ち切りになっているので、本シリーズはそうならないことを切に願います。それでは今回の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。